号艇の木村光弘本番も動きを見せていますが、うち5選手も枠番主張の構えを見せています。並びはどうなるでしょうか。準優進出戦第10レースです。1号艇佐賀の中島孝明、2号艇広島の松本博明、3号艇東京の桑原正光、4号艇東京の品田直樹、5号艇岡山の森谷美穂、6号艇香川の木村光弘です。1コースには1号艇中島孝明が構えています。バランス取れた船足で力強く駆け抜けています。ここイン先前に集中。2コース手堅い着取り、2号艇松本博明です。3コースが3号艇桑原正光、4コースに4号艇品田直樹です。本番5コース6号艇の木村光弘、一艇ダッシュ戦は5号艇森谷美穂です。70日の休み明けも2日目から着まとめ、しっかり予選クリアしてきました。5対1のスタイルです。インから1番、2番、3番、4番、6番、5番の並びです。スタートしました。準優進出戦第10レース、1番、3番、4番、さらには5番が出ていきます。1周1幕、逃げる1号艇の中島をまくっていくのは3号艇の桑原、そして2号艇の松本、続いて5号艇の森谷、バックストレッチは1号艇の中島が先頭です。スタートは前提正常でした。1号艇中島トップ、2番手は2番と5番が競って内を通っては3番も上がっていきます。2マークトップで1号艇中島、続いて3号艇桑原の外を握ってくる2号艇の松本、そして5号艇の森谷、2番手は2号艇の松本がわずかに前です。すぐ後ろから並んで追走が5号艇の森谷と3号艇の桑原、レースは2周1マークの旋回です。焦点は2番手、5号艇の森谷が先取ってくる、両サイドから挟むように2番3番とバック側、2番手は2号艇の松本と3号艇の桑原、2番と3番がまだ競り合っていきます。5号艇の森谷も懸命に食い下がる、その後ろ水がいて4号艇品田、6号艇木村、2マークトップで1号艇中島、続いて3号艇桑原の内側から2号艇の松本を指して5号艇の森谷、2番手は3号艇の桑原がリードを取りました。上位の2艇は1番と3番です。後方3番手は2番と5番が並走、レースは最終周回です。1マークトップ旋回1号艇の中島、2番手は3号艇桑原、3番手は5号艇森谷の外いった2号艇の松本、3番手は5号艇の森谷がリードを奪いました。これで上位の3艇は1番、3番、5番です。ラストターンマークの旋回に向かいます。勝利見えました。1号艇中島がトップで折り返します。3号艇桑原が2番手、そして3番手は5号艇の森谷美穂が守って、第10レース間もなくゴールです。まずは先頭1番ゴールイン、3番ゴールイン、5番ゴールイン、2番ゴールイン、4番、6番ゴールイン、以上前提ゴールインしました。